フレデリック・ソディは、イギリスの科学者である。放射性元素の研究で、アルファ崩壊、ベータ崩壊などを見出した。1921年に、原子核崩壊の研究、同位体の理論に関して、ノーベル科学賞を受賞した。また、後には、経済学に関する研究も行っている。1910年、王立協会会員になり、1936年に、 サーの称号を授与された。月の裏にあるショークレーターソディと、含む乱形三円鉱物のソディー氏に命名されている。イングランドのイーストボーンに生まれる。15歳の時、将来技師になることを目指して、イーストボーンカレッジに入学した。2年後にユニバーシティカレッジへ転学し、ここで科学と古典学を学んだ。さらに、オックスフォード大学。 マートン・カレッジに入りオドリング教授の下で有機科学を学んだ。ここで BA の学位を取得した。その頃のオックスフォード大学では古典文学や神学、政治学などが主流で自然科学は振るわなかった。そこでソディはたまたまカナダのトロント大学に科学教師の空席があることを知り、その席を得ようと招かれたわけでもないのに一方的に乗り込んだが、 その数日前に前任者が復帰していたのでこの無謀なくアがテてはとろに終わった。諦めて帰国する途中、たまたま立ち寄ったモントリオールのマギル大学でハリントン教授にカナダに来た事情を話したところ、運よく科学助手に欠員があったので年俸100ポンドで採用されることになった。この大学でソディはアーネスト・ラザ・フォードと放射性崩壊の研究を行った。 ソデイトラザフォードは放射性元素の得意な性質が他の元素へと崩壊することによって起きることを明らかにした。この放射性崩壊はアルファ線、ベータ線、ガンマ線を発生させていた。放射性物質が発見された当時、誰にもその原因はわからなかったのである。原子の変化が実際に起きていることを証明するため、ソデイトラザフォードは慎重に研究を進める必要があった。 この研究結果は1902年に原子改変説として発表された。ラザフォードはクライストチャーチのニュージーランド大学を卒業後、ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所への留学を希望して、英連邦の奨学金を申請したが、惜しくも辞典であった。しかし1位の人物が個人的な理由で辞退したため繰り上げで、奨学金を受け取れることになり、希望を果たすことができた。 1898年ケンブリッジ大学からマギル大学の物理学教授として就任した。学内のアカデミックな会合でソデイと知り合い、共同研究をすることになった。つまり、ソデイとラザフォードの出会いは、双方の偶然が重なり合った結果であった。ソデイの研究と放射性物質に関する新たな知見をわかりやすく紹介した評論は、ハーバート・ジョージ・ウェルズの小説。 解放された世界に大きなインスピレーションを与えた。この小説は未来に起きる長期の戦争で服用機から投下される原子爆弾が描かれていることが特徴で、混乱から平和な社会が出現する内容である。ソディは著書ウェルス、バーチャルウェルスデッドにおいてウェルズの解放された世界を称賛している。ソディはまた放射性物質のプロセスがおそらく恒星の 原動力であろうと述べている。1903年にソディは、ウィリアム・ラムゼート・ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで、ラジウム・エマネーションの崩壊により、ヘリウムが生成することを確認した。しかし、この時点ではまだヘリウムの生成とアルファ粒子の関連付けはできなかった。この成分は1868年に、ピエール・ジャンサンとノーマン・ロッキャーによって、太陽スペクトルの分析から発見されていた。 ものであった。1908年にアーネスト・ラザフォードとトーマス・ロイズが共同実験を行った。この実験でラジウムの資料は中空のガラス球内に設置されたガラス容器に封入された。アルファ粒子は薄いガラスの壁を通り抜けることができたが、その周囲のガラス容器の中に留まった。長い時間をかけた。 実験の後、ガラス球の内容物をスペクトル解析した結果、ヘリウムの存在が明らかになった。結局、ラザフォードとロイズによって、アルファ粒子の正体がヘリウム原子核であることが明らかにされた。1904年から1914年まで、ソディはグラスゴー大学で講師を務めた。この間に、ウランがラジウムへと崩壊することを示し、両者の間に、 ウラン X2 が存在することを発見し、さらにこの系列に属するイオニウムの周期率表上の位置と半減期を決定した。ソディはまた、放射性元素が、化学的性質が同一にもかかわらず複数の原子量を持つ可能性を示した。ソディはこの概念を同じ場所を意味するアイソトープと名付けた。この名前は、マーガレット・トットから示唆を受けたものである。後に、 ジョゼフ・ジョン・トムソンが非放射性元素も複数の原子量を用いることを示した。ソディは、アルファ崩壊では原子番号が2つ小さい方へ、ベータ崩壊では1つ大きい方へと原子が遷移することを示した。これは放射性元素群の関係を理解する上で基礎となるステップだった。1914年にはアバディーン大学の教授に任命され、 第一次世界大戦に関連した研究を行った。1919年に科学の教授としてオックスフォード大学に移り、1936年に退職するまで務めた。ソディは研究室と講義用目の再編を手掛けている。1921年に放射性崩壊の研究と同位体元素理論の公式化への貢献により、ノーベル科学賞を受賞した。 1921年から1934年までの間に執筆した4冊の著書では国際金融関係の根本的な再構築のための非現実的な活動を続け経済学について物理学とりわけ熱力学の法則に基づいた見解を提供したが変人として通列に退けられた彼の主張の革新は金本位制を捨てて 国際為替市場を変動相場性へ移行し、輸出超過と財政赤字をマクロ経済政策のツールとして周期的な傾向に対応する。これを容易にするため、消費者物価指数を含む経済統計部局を設置するというものであったが、これは今日ごく普通に実施されている。一方、ソディのフラクショナルリザーブ銀行に関する意見は、現在も、 常識の範疇の外に留まっている。1936年に六級連鎖の定理を再発見した。この問題に登場する内接した円弧は、ソディの円弧として知られていることがある。月のクレーターである、ソディは彼にちなんで名付けられた。ソディは1956年にブライトンで死去した。ありがとうございます。